人とは違う腕差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙にふとして書いてあった自分らしさってなんだ。子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものを好きだと言って、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から理解されるための建前へ、大人になるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる、そういうもんさ。自分らしさってなんだろう、個性を出さなきゃいけない、そういう流行りの無個性で悟ったように、一歩引いた匿名希望の傍観者。ちょっと待ってよ、星空は変わらずあの日と同じだよ、愛されずとも宝物は今でも宝物のはずでしょう。変化が怖くて変わらぬ日々も嫌いで、変わりたくて変われなくて、子供の頃を思ったりもして見失いそうで、自分である意味とか、コンビニで目にした太字を気にしてたんだろう。でもね、それでもね、いけるものに気づいてよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしく、